LINE の返信覚えてる坂口 LINE コンビクも串野からや。さあ、ということで、はい、今から、はい、過去のね、LINE のやり取りの、うん、まあこういった時に、うん、これなんて来たでしょうっていうクイズ、うん、LINE クイズ。なるほど。で、これは別にここ同士のやつじゃなくて、うん、いい別の人とはでもいい、別の人のやつという。わかりました。まあ、だからそれだけでいい。はい、はい、用意してます。はい、用意しました。はい、どっちから行こう。俺から見せようか。俺からちょっと問題出そうか。はい、OK、分かりました。だまず誰とのやり取りか。じゃあじゃあまずなんとなくの流れだけでいいかも。はい、ミノワ、金魚番長ミノワとのやり取り。はい。で、俺が今衣装を4ヶ月くらい前に新しくしたんですけど、うん、こんなんどうかなって言って、うん、いっぺん試しで着てみて、はいはいはい、ミノワにこんなんどうって送って、うん、ミノワのコメント待ちみたいな、あ、っていうラインです。はい、はい、まあもうシンプルにですね、うん、新衣装どう、これに対してのミノワからの回答で、写真はこれです。はいはい、今の衣装のやつね。はい、クイズにするってことやから、うん、めっちゃいいじゃんとかではないってこと。ああ、もしかしたらね。いや、これいいじゃんとかやったらもうどうしよう。まあ分からんけどね。え、まあ例えてはいるんちゃう。で、なんかね、ミノワがね、ずっと、はいはい、お前があの新衣装を着た時に、うん、もうみんながあの思い思いにこう例えまくってたやん。そうやな。もうボンタンやとか、うん、なんか、無印で買ったんだとか、ズタ袋やとか、ズタ袋や木じゃんとか、ね、いっぱいみんなに言われてて、ね、確かにミノワはね、ずっと農場の人みたいなの言ってたよな。はいはい。まあだからこれ見たらミノワのそういうツッコミ魂がまあちょっと燃え上がるので、あいつってあるかもしれんな。なんとかじゃんとかより、うん、LINE やとハテナで終わらすだけのやつが多い。ああ、なるほど。なので、うん、はい、行きます。はい、はい、ミノワの返信こちら。はい、農場の人。おお、これね、ミノワしきりに言ってたよな、なんか農場の人みたいな。なるほどね。はい、はい、じゃあこちらです。正解はダダン、鏡吹けよ。つまんねえ。このね、あいつこの写真のね、この鏡がまあ水滴だらけ。そうやつおる。あれな、スクショとか載したら、そうそう、充電してくださいみたいな。まずあの直線的、直接的に、そんなんな、衣装をこういうとかではなく、まあ、あいつつまんねえな。鏡拭けよ。という、まあその、俺見れるとこ見れてんでっていう。いや違うね、そういう。返信でしたね。なんかそれ誰かがこの間言ってたわ。なんかその見てほしいところじゃないとこよりも自分の承認欲求満たそうとするみたいな。誰かが言ってたな。ミノワ、ミノワめっちゃ YouTube、 俺らの YouTube めっちゃ見てるから。ああ、もうここちょ言うとかなあかんわ。ミノワ、化けの皮が剥がれたな。ミノワ、実は承認欲求の化け物でした。鏡吹けようか。まあでもミノワ言いそうやな。お前はなんて返したんそれ。なんて返したんやったかな。ミノワの俺やったら、うん、ちゃんと言うかも。それもいらんねん、そのスクショ載せた時に充電してくださいっていうやつみたいなとかを。ああ、なるほど、ね、丁寧に返す、重たいやつみたいな、はいはいはい、お前はなんて返したんそれ。無視しました。ああ、いい、それもあり。それもありすいません、返しませんでした。ミノワ期待したよ。どんないい例えが出てくるやつ。チャンピオンやねんからさ、うん、いきます。さあ来い。これはね、まあやり取りではないんやけど、はいはい、俺がまず相手メゾン吉野さん。吉野さんもういつも、はいはい、普段からお世話になって吉野さんとは結構会話するから、あの人がどんな感じで返してくるか分かるよ俺は。でもこれごめん、ちょっと趣旨ずれるじゃないけど、うん、やり取りの中の返信というよりかは、うん、俺がその初めておばあちゃんとのツイートで、はいはい、万バズしたよな。おお、7万バズ、7万いいねぐらいって、あれ結局。ああ、はい。で、吉野さんから多分それを見つけて LINE くれたんよ。うんうん、ああ、なるほど。で、ま、万バズおめでとう。おお。で、その後に、うん、一言。はいはい。なんでしょう。あ、吉野さん側からの、そう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 、万バズおめでとうの後の一言。吉野さん。で、あの人も言ったら、もう、ほんまに1年目の頃ぐらいから、うん、てかバズるという言葉とかができる前から、うん、ネタついみたいなのずっとやってんだあの人って、うんうん、っていうのを踏まえてね、うん、俺が万バズしたことに対してっていうのも踏まえて、だからまっすぐ褒め、俺の中での吉野さんのそのイメージは、まあおめでとうで言うけれども、
一回そこでまっすぐ褒めるけれども、意外とね、褒めてさらに褒めをかぶせてくるときあるのよ。あちゃんとなんか、いやいじってますやんみたいな感じで返すと、いや本当本当にみたいな感じで、ちゃんとおめでとうでかぶせて返してくることあるから、うん、まんばずおめでとうやろ。いやでも吉野さんやで、うん、あまあいいや、これでも当てれそうやけどな、言いそうやけどな、しょうが、うんうん、はい、こんな感じちゃう。はい、まんばずおめでとう。はい、で次、次は M1 優勝だな、いや渡さねえよそう、あ、まあでもどう、まあでもだからなんやねんこれみたいなボケやろ。そうそうそう、ああなんかニュアンスは近いなみたいな感じのこと言いそう。あでもマジでいじる角度では来なさそうやと思って、マジでなんかね遠からずやねんけど、まあ、ちょっとちゃうな。正解、はい、おめでとう。もっとシンプルでよかったな。はあ、でもこれゴールじゃなくてスタートラインだから気を引き締めてっていうわかる、このまあなんやねんっていう、はいはい、ちょっとかっこいい感じで、確かにそれなんかそのツイートとかやる人とかが書きそうな、仕事みたいに捉えてるみたいなボケ、はい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 、仕事みたいに捉えてるというか、なんかこれを一個のタイトルとして捉えてるみたいな、うん、まあボケやねんけど、うんうんうん、まあまあなんか、まあ、まあなんとなくなんとなくの感じは近い、はい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 、はい、いやこれは部分点が欲しい感じですけど、でも吉野さんっぽいねこれって、だって大体だからもう分かんねん俺。でもこれゴールじゃなくてスタートラインだから気を引き締めて、はいはい、でその後の俺の返信を返信が、ありがとうございます、吉野さんについで神保町の、ありがとうございます、僕も妹欲しいですとかめちゃくちゃこびてるやん俺でもね近い、近い、精進します師匠って返した近い近いね。まあこれはもうほぼ正解やん。これほぼ正解やん。はい。ニュアンスで言うと。おはう。じゃあ俺いきます。はい、第2問。第2問。これはね、うさぎわさびの菊池さんから。はい。来たラインです。仲良しのね。はい。トラック。日曜日空いてないよな。引っ越すから手伝ってもらえたらと思ってね。いや欲しいなトラックで。でまあ俺ちょっとその日予定があったんですいませんきついですと。うん。で。無理なんですけれども、まあ、一応その木口さんどこ行くんかなって、どこに引っ越すんですかと聞きました。はいはいはい。でそんなクイズしてえの正解が個人情報っていうクイズ、これそれに対する答えだから言うと、もう俺は手伝えないわけやから、うん、言うても仕方ないっていうマインドには入ってるその木口さんはね。あだからほんまのところは言うてきてないというか、まあもちろんほんまのこと言ってたらもうその問題出すわけないんで。でも言うけどな。どこ引っ越すんですかに対して、もう俺はもうちょっと引っ越してすみません。でもシンプルに言うたら、うん、もうこれシンプルに言っていい？シンプルに、はい。まああの人やっぱストレートだから。はいはいはい。まあでも言ったらボケてるってことやろ。うん、うん。答えたってもいいけど、あえて当たり強いボケしてるってことやろ。うん、多分、うんうんうん。どこでもいいだろう。ああ。いやええやん言うてやぐらいの。のやり取りというか、全然違います。全然違う？はい。答えはですね、はい、言ってその前から。はい。あ、じゃあ手伝える？今日は言えない？うん。すいません、今日ライブがあって手伝えないです。ちなみにどこに引っ越すんですか？うん、モンゴル大帝国だよ。です。モンゴル大帝国だよの後に亀の絵文字、亀の絵文字がありますね。つまらん。問題ですなそんな。モンゴル大帝国だよですあ、じゃあ怒ってるとかはちゃうんや。ちゃう、うん、まあいや一番意味分からへんかも。なんか手伝って予定空いてないからなんか切れるみたいなボケで、あお前に関係ねえだろうがどこ住もうがみたいな、いや言い過ぎやろみたいなボケかと思って。残念、モンゴル大帝国だよ。だからもう手伝えないわけやからほんまのこと言っても仕方ない。いやそうはならんボケよう。いや別に言うてモンゴル大帝国だよ。じゃあ2問目いっていい？はい。俺あのカカオの、おう、大阪同期カカオ浦田スターク。スタークね、浦田スターク、はいはい。スターク、まあまあ俺仲いいのよ、はいはいはい、大阪同期にしてツッコミの方だ。そう、メガネの、うん、メガネので俺らが去年のアンダーファイブで、はいはい、カカオも俺らも負けたよな。大阪東京で準決勝で負けて、うんうんうん、でなんか俺がまあここに写真は出てる海外のなんかめっちゃでっかいテニスボールを使うこれ、このね、あ、マジで見てない、うん、このでっかいテニスボールでなんかテニスするみたいな写真を送って、はいはいはい、まあボケた俺も、うん、
これのスポーツ選手目指さんみたいな。ああなるほどね。に対してのあいつの前ツッコミやな言うたら。ああ、うん、もうシンプル浦田のツッコミクイズ。これはいやこれだから正直画像に対してツッコんでんのか、うん、あるいはもうそういうモチベーションじゃねえよみたいな角度のツッコミなのか、そ、なんかそういう今も病んでるからそういうふざけれるテンションじゃねえよ的なことなのか、まっすぐに画像に突っ込んでんのか、あるいはその画像に対して一言みたいなことをやってるのか。でも村田スタークはねやっぱあいつでもまっすぐから突っ込みそうやな。まっすぐから突っ込みそう。 OK、 大体自分の中で分析できました。俺のプロファイリングにある俺のこの浦田ストーク浦田ストーブ、なんか浦田ストーブやったっけ、口と脳みそなんか連動してないの浦田スタークの、答えはスープストックみたいな言いたいな一瞬、浦田ストーブ、まあ俺がこの絶対写真は、ね、これのプロの選手目指さへんって送っ て、 って、はいはい、まあ一個実はまあ挟んでやな。なるほど、一個挟んでいや目指さねえよみたいなの1個挟んで、まあ、あとなんでずっとお前浦田スターク標準語やねんあいつ大阪や言うてる。いや目指さんねんか、まあ、うん、まあ、まあ諦めすぎてるやん的な。その後にボンと、あいや諦めすぎてるやん、うん、ほんま真っすぐ突っ込んでると思う、うん、まあこれのじゃあスポーツ選手目指さん、いやお前諦めすぎてるやろ。いやテニスの球そんな角度から見たことないねん。あーいやいやまあまあ弱いな、もうまっすぐあでもちょっと近いんかな、でもだいぶ違うな。もっとテニスの球そんな角度から見たことないねんって、どういうこと。なんか上から見てたくない、なんかテニスの球その写真、まあなんか上からその試合を見てるっていう。あじゃあ近いんかな正解ね。はい、どっから見るのが一番おもろいスポーツやねんこれです。あでも全然違うよ。まあまあまあ確かにそっちの方が上手ですねスタークに負けた、スタークに負けた、スターク座布団一枚。どっから見るのが一番おもろいスポーツやねんこれ。いやこれでもちょっと俺ちょっとやっぱ笑っちゃったけどな。問題にすることによってそのハードルが少し上がってしまって、確かにスタークに申し訳ないな、うん、ハードルが上がってしまって。でもおもろかったけどな。まあでも確かに前のモンゴル大帝国とかがやばい、ね、やばないよあれ。じゃあ最終問題、ね、最終問題、最終問題いきます。あのね最終問題はね俺もちょっと写真が俺ねふとね深夜がなんか髪型めっちゃ迷ってる時期あったのよ。あ次の問題深夜なんですけど、深夜が髪型すごい悩んでる時期あって、なんか金髪にしたりとか。そんな時期あんのかい。時期あってあいつにもあんねや。で俺の中でこの頃の深夜が一番良かったなってのがあって、うん、この髪型が一番かっこよかったなって、なんかアルバム見返してたら深夜が出てきたから、この時の深夜の髪型良かったから送ってあげたの。この髪型が一番かっこよかったな、うん、ちょっとベッカムみたい たいな、うん、これに対する深夜の返事。まあでもあいつは基本的にその全部やっぱそういう褒められたことに対しては絶対に謙遜とかはせえへんから、うん、はいはいはい、ありがとうなんてまず絶対言わへん。あいつって一番ありがとうとか言われへんから。まあまあ確かにね、なんでもあるなあいつって。褒めてんのにめっちゃ否定するもあるし褒めたらなんかこっちはそんなつもりないのにってぐらい褒められたと勘違いすることを言うのもあるから、どれで来てるかっていうね。まあ、の分かった、いけますか。その間や通常の深夜は、はい、何でお前にそんなやれなくんねん。ああ、よう言うなあいつな、否定パターン、はいはい、で嬉しい、よかった時は、うん、まあそれは当たり前になみたいな、はいはいはい、の中間、うん、嬉しいな。ああ、これたまに出すから。あいつたまに言うね、これちゃう。 X とかでもね、嬉しいな。うわ衛星いってるね。いってる、いきます、頼む。この写真を送ってこの形もかっこよかったな、うん、深夜の返事、うん、残尿が竜みたいだね写真を拡大してみると残尿が、もうええわもう、竜みたい。また着眼点のやつやってるやんお前ら。残尿が竜みたいやね。もうお前やめろお前の友達着眼点ずらすのおもろい思ってるやつばっかやんお前かわいそう。お前衣装送ったら鏡汚いって言われて俺のええ時の写真持ってないって送ったらパンツの残量触れられてお前かわいそうやな
楽しい LINE やんか。全然取り合ってもらえてへんよお前。いや楽しい LINE をしてるんですよ。なんて全然お前は残尿流みたいだね。で、あ、俺が深夜に、そうや、美濃はな、鏡来たなって言われたら無視したんやろ、うん、それは、うん、で今回また同じことが起こったわけやん。せやね、本件とは関係ないところで承認欲求を満たされたわけや。はいはいはい。承認欲求というのかな、なんていうんやろ、こういうなんか、まあそうか、はい、はい、残尿、残尿流みたいやねの、とは無視してますお前無視する今そこええやろって言わんから同じことが起きんねんすいません無視してます。なんでお前無視できんねん。ラストね。はい、これでもな、俺一回ツイッターのしてんけど、ほう、これも去年のアンダーファイブ、ほう、俺はグループラインがあんのよ。なんか車さんが引っ越したんやけど、うん、結構前に、はいはい、それこそ1年ぐらいアンダーぐらいの時期ぐらい、うん、その時に家のいらんもんを俺ら後輩にあやってる配ってくれてたんや。はいはいはい。その時に車さんがバッと後輩をバッとグループに入れて、まあそこに俺も入っててんけど、でちょうどアンダーファイブがやってて、うん、決勝やな、決勝メンバーが決まった時。なるほど。その時に車さんが、うん、グループに、はい、明日スイカ食べに来ない、ほう、アンダーファイブファイナリストの美濃とセミファイナリストの脇が買ったスイカみたいな、はあ、はあ、まあ、多分美濃と脇が来んのは決まってたんかな、うん、スイカ買って、うん、で俺がそこに、うん、アンダーファイブって何って返したんよ。はいはいはい。自分俺も準決勝で負けたから、うん、決勝行けへんかったから、うん、まあ言ったらアンダーファイブ知らんボケみたいな返したんよ、うんうん、やって、はい、そのあとこの車さんの返事。車さんか、あいつ食べてこない、アンダーファイブファイナリストの美濃とセミファイナリストの脇が買ったスイカ、俺アンダーって何、うん、車さん普通に突っ込んできそうやな。アンダーってなにに対して乗っかってはこうへんと思う。そうか、狛犬は出てなかったもんなみたいな乗っかりではないと思うな。いや出とるわみたいな、こっちの、そうそうそう、出て準決勝で負けとんねんみたいなを引き出すやつとかではなさそう。うん、車さんがもうそれに対していやお前らしっかり出てダラダラをみたいな感じのニュアンスのね、ことをね、はい、はい、で、ここに車さんのエッセンスを加えるってことや。だからお前に車さんのエッセンスなんか1ミリでも入ってるか。まあ任せてください。はいはい。じゃあ食べに来ない、アンダー何とか何とか、はい、アンダーってなーに、アンダーファイブに未来はない。それ言わんて、ネタのやつ、はい、ネタの出してくれへん。クッキーに未来はない。優しすぎるやろお前。アンダーファイブに未来はない。そんなこと言わんねん車さん。面白くない。違う、むずいわ。なんて言うねん車さん。もうお前分かってない、車さんのこと。何も分かってない。え、車さんはやっぱもうボケやから。そっか、突っ込んでき。まあでもこれもボケてるかまあまあまあ、いやだから、うん、明日スイカ食べに来ない、うん、アンダーファイブアイスのミワとセミアネスの脇が買ったスイカ、はい、アンダーって何、はい、上方漫才協会大賞文芸部門賞を取ったのに決勝に行けなかったの、なぜなぜ。こっちの方がおもろい。じゃあお前が、いやでも待って、正直じゃあお前がなんかいやお前も出てただろうとかを書いてくれてたらこれが際立ったけど、お前がなんかそんなことしたから車さんが弱いみたいになったやんけで、いやでも文芸部門賞出してくんのかなとはちょっと思った。うわそっちやったか。一回俺でもツイッターどうしてんけどな。あそうなんや、うん、なぜなぜか、なぜなぜ。車さんが損してる。ああ。お前がこんなことするから。いやいや、釧路が出したから車さんが損しただけやね、これはもう。普通にもっと面白い、お前も出てただろうとかやったら、ああ、正解はこれですって言ってなんやねんそれってなったけど、なんか下回ったみたいなお前のせいで車さんが俺らの予想下回ってきた。もう下回ってないということは、これは結構俺の方がなんか答えのニュアンスとしては全体的には近かったじゃない。うん、まあ1問目2問目3問目通して。そうか、はい。だって深夜と美濃がおしっこのやつやもん。おしっこじゃあその他のやつか。まあ皆さんも、はい、LINE の、
文字に残るんでね、うん、LINE の取り扱いで皆さん注意してください。ということで、ありがとうございました。